さあ始まりました、田辺の和室。始まりました。メガネがないって思った時に、うん、いや、やめよう、やっぱちょっとこれはやめといた方がいい。なんかないな、うん、今もうすごい空腹で、うん、何も食べ物がないときに、うん、カバンの奥に一個入ってるチョコレートみたいになりたい田辺です。うん、皆さんが美容院とか行ったときにクーポンお持ち、チラシとかお持ちですかって言われて、持ってないですって言った時に、あ、じゃあ今このチラシ渡すんでこれ使ってくださいって言ってくれるような店員にのような存在になりたい坂よりです。そういう人いるよね。いいよ、めちゃくちゃ優しいよね。うん、飲食店でもいない、いるいるいる。あ、このクーポンじゃあ使ってくださいって言ってね、うん、そういう人に私はなりたい。なりたい。あのさ、うん、インドカレー屋さんでさ、うん、いたよね。うちらの行きつけのさ、うん、うん、いたよね。いや、だからすごいよね。なんかさ、そういう起点多分もともと持ってるもんなのかな。多分やりなさいって言われてないよね、ああいうのって。うん。そう。だからさ、いつもさ、チケットさ、私たち持ってないんだけどさ。うん、やってくれてさ、で、ある時から渡してきたからさ、出すけどさ、あ、それいらないってさ、言わない。分からない。ただで飲み本くれてる人だ。そうそうそう。いや、いいのって思いながらね。あったよね。懐かしいな。懐かしいよ。ね、もうまさかこの最初の自己紹介から、懐かしい、素敵な思い出が蘇ると。いや、急にはそういう人いたなと思って、うん、で、一番に思い出したのがあの人だった。うん、うん、いや本当素敵だよね、そういう、うん、そうそうそう、うん、ちょっと、うん、ちょっと待ってよ。あ、で今日も名前を、あの素敵なイラストを使わせていただくので、うん、名前をお願いします。本日はですね、ふがしさんですね。ふがしさんのこのイラストすごい可愛いよね。可愛いよ。コップの縁に私と田辺さんが座っ、うん、田辺さんは寝転がっていて。いいよね、うん。この座ってるカップが本当に私と田辺さん愛用のやつなんだよね。そう、すごくない？田辺さんはコナンのコップで、うん、私はあの家の近所のスーパーで一目惚れして買った、うん、タヌキのマグカップ。いいよ、かわいい。縁には、ね、実際はもうこの縁じゃ狭くてね、うん、座れないけど、絵だったらね。うん。いや、いいな、なんか。小さいサイズにしていただいて。これ、ガチャガチャで欲しいね。いや、ほんと欲しいよ。フチコさんみたいな、コップのボルジュクさんって。うん、いいよね。うん。良さそう。コップの上で寝っ転がりたよ、私は。どこでも寝っ転がってるけどさ。うん、コップの上ではなかなかね。なかなかね、ないから、貴重な体験をさせてもらったね。いや、いいよ。あと、なんか周りの花もさ、なんかほわっとした感じでね。うん、うん、すごいこれかわいい。うん。なんか、本当これさ、このままさ、紙芝居にしたいよね。ああ、したいよ。わかる？わかる。田辺さんのコップの縁から、あ、でも、田辺の寝転が、一回寝転がったら冒険に出だそう。今、冒険に出る紙芝居って言おうと思ったけど。冒険。ただただ、コップの縁に寝転がったまま私たちが話して終わる紙芝居。うん。紙芝居じゃなくても良さそうだね。何にも事件起きなそうじゃない。確かに。っていうか、今がそれか。うん。いや、今の状況がこれ。
唯一、しかも今寝転がってるしさ、うん、あれでももし唯一事件があるとしたら寝転がってて縁から落ちるぐらいじゃん。確かに田辺さん落ちた。その場合でも液体入ってた方が安全だよね。うん、確かに今はルイボスティーとオレンジジュース2個持ってる。田辺さんがじゃあルイボスティーの入ったマグカップに寝転がってひっくり返ったら、うん。ありがとうございます、東さん。ありがとうございます、イラストありがとうございます、使わせていただきました。ありがとうございます。でもさっきさ、カレー屋のさ店員さんの話でさ、うん、思い出したけどさ、うん、急に最近暑くなったじゃん。うん、なんか本当にカレー日和だよね。いや本当だよ、本当に、うん、辛い時ほど、あ、辛い時じゃない、暑い時ほどさ、うん、カレーよね。うん、なんか今日なんて、今日ってかもう夏じゃん。ない。夏だよ。夏。もう昨日も楽屋で暑い暑いって大騒ぎしてさ。うん。だってもうマネージャーさんが冷房入れてくれた。うん？あ、マネージャーさん冷房？うん。暑かった。うん、だってもう真夏ロケとかこれから暑くなるとね、やだ、気をつけてね、熱中症とか。いやほんとね、皆さんもね、うん、そうだよ、あとみたらしも子供体温高いからね。そう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 、しかもさ帽子かぶるの嫌がるからさ、ああ嫌なのね。うまいこと、なんだろう、おだてて、おだてて、かっこいいねとか、うん、ああ、おだてておだてて、素敵だよとか言ってね。ああ、いいね。なんとかかぶせていくしか。うん、熱中症には気をつけましょう、水分とね。うん、あとは塩分もだよ。ああ、田辺さんなんかあれ、塩飴みたいにいつも持ち歩いてたっけ。持ち歩いてる。うん、でも本当そういう時にはカレーが一番いいよ。突然カレーが帰ってきた。でも本当そうだよね。なんか今ってさ、そう、あのセブンとかもさ、カレーパーティーみたいなのやっててさ、うん、いやそう、あれナイル、うん、ナイルのカレーとかね。そう、あれ初日か、あのセブンがカレーパーティーを企画始めた初日に田辺さんと仕事で私会ってて、あの時私がそう最初合流した時に飴買いにコンビニ入ろうかなって言ったら、田辺さんが焼き芋ならあるって、全然違う。いやちょっと小腹が空いたらっていう時にさ、芋なんて最高だよ。でも飴と焼き芋って同じ扱いなの？いや、あの小腹を満たすのに飴じゃ満たされないって意味でよ。ああ、私が小腹を満たすための飴だと思ったのか。そう。ああ、なるほど。飴、小腹でを満たすために飴なんて無理だよ、私には。確かに。小腹を満たすために焼き芋ぐらい腹減ってたら、飴じゃちょっと対応できないね。そう、無理。うん、そうそうそう。だから。そんで、その時に私がやっぱ、飴が欲しいから、ちょっと焼き芋だと飴はカバーできなくて、コンビニ入ったんだよね。うん。うん、で、その時、セブン、イレブン入って、で、田辺さんはもう普通にお腹減ってたから、なんか買おうかなって言ってて、でカレーパーティーやってたから、うん、私が「田辺さん今カレーパーティーやってるよ」って言ったら「あもう参加してきたわ」って。もう参加してたんだよ。もうカレーパーティーっていい名前だよね。いい名前だよね。いい名前だよ。さっき止めちゃったけど、ナイルレストランの田辺さんだったんだ。そう、ナイルはねずっと行きたい店なのよ。ずっと行きたかった店で、まあ行けばいいんだけどさ、うん、ちょっと銀座って誘惑多すぎて。確かに銀座
行ったらいろいろ食べたいものありすぎてなかなかたどり着けなくてさ、うん、そう、そこで食べたんだけどちょっと美味しすぎてびっくりしてる、うん、でもナイルのやつ美味しかったらさ他のさデリーとかにもさ手出したくなるよね。いやそう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 。でやっぱそのコンビニで食べたものを、うん、で美味しかったらやっぱ店にもより行きたくなるしね。うん、デリーはね行ったことあるけどお店、うん、美味しかったな。ええー、そうそう。あとデリーのセブンで売ってるおむすび、うん、あのドライカレーのおむすび、あれはもう何年も前からなんか売ってるよね。そのなんて、季節限定で。あ、そうなの。そうそう、だから吉本昔さ深夜ネタ店あったじゃん。うん、だから深夜ネタ店終わって朝始発で帰った帰りにデリーのおむすび買って帰って食べて、あ美味しいなっていうの何回もやってた。うん、私はもう深夜稽古終わりはラーメンだったね。ラーメンもいいよね。うわもうお腹空いてきた。あれなんだっけ、あのカレー、うん、あ私おにぎりがさ、うん、おにぎりとそういう惣菜系の合わさったのがなんかずっと無理で、え味え煮たあえ煮卵味玉とか、ああ無理。スパムは、あ嫌だ。わかめご飯とかはオッケー。あわかめご飯、たけのこご飯、おこわ、赤飯とかはいいんだけど。鶏五目は、あ食べる食べる。あなんかあえて選ばないのよ。あその選抜メン、田辺さんのおにぎり選抜メンバーに入ってないんだ。うん、私の選抜はもうずっとね、鮭と、うん、納豆。ああ。巻きね。うん、納豆巻き。食べてるイメージある。だから、うん、ラビットで、うん、朝早い時、お弁当あるんだけどさ、でもなんかずっと決まってんの、私の中では。だから、うん、ご飯あるんだけど、うん、私はコンビニで買って鮭と納豆を食べて始まるのよ。あなんかあれ素朴な疑問なんだけど、朝のさ番組とかでもさロケ弁、いやおにぎり用意してくれてんの？あおにぎり用意してくれてるんだ。 おにぎりといなり寿司と、うん、あと具がちょっと、あああのミニおにぎり弁当みたいな感じの。そう。あそう だけど朝早いからさ、うん、それを食べちゃうって、うん、もう終わった頃にもうお腹空いてくるのよ。ああ、わかる。うん。そう、お腹空いちゃうから、うん、ねだって6時に食べてもう10時にはお腹空くんだよ。うん、うん。だから、昼の間お腹すくから、私は朝自分で買ったおにぎりを食べて、うん、ラビット終わりにその弁当食べてる。あ用意してくれてお弁当。そう、うん、そういうルーティンだね。あでもなんか昔の人とかもめちゃくちゃ早起きだったから、なんか10時のおやつとかってさあったみたいだもんね。あそうなの。そう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 、なんか昔の人はすごい朝早く起きて働くから、うん、とかあったっていうのを聞いた気がする。全然違ったらすいません。じゃあ、私も合ってるっちゃ合ってる。うん。絶対お腹すくもんね。お腹すく。なんかもう今もうお腹すいてる。そう、松屋も今さ、カレー今ほら、ゴロゴロチキンカレー。あ、見た見た、そう。そう、私は食べましたよ。どうだった？やっぱ美味しいよね。もうさ、肉の量すごくない？うわ、すごい。あそこめちゃくちゃさ、チキン入れてくれてるよね。本当にゴロゴロチキンでさ。すごいよね。うん。でもね、松屋でしょ、そっちが。うん。吉野家。うん。もう、なんて、牛肉黒カレーっていう看板、昨日見て。なんかすき家もさ、すごい、なんか、あれ鶏肉がさ
めっちゃ本格的なタミヤコのカレーあるよね。食べた食べた、好きや、昔食べたわ。だから牛丼屋さんさ、すごくない、うん、カレーすごいよね。うん、わかる。え、でも私は本当ね、カレーでね、うん、あれ、あそこ、花丸。花丸のカレーめっちゃ推すよね。あれはね、うん、あの、小学校の頃思い出すね。あ、昔の思い出？うん、なんか昼食みたいな、うまさ。昼食カレー美味しかったな。そう、昼食のカレー美味しかったよね。うん。ね、給食のカレーってさ、どっかで食べれないの？いや、だからもう花丸うどんで食べるしかない。あ、そこ花丸うどんで食べる。いいのか。そう。花丸うどんは、うん、花丸うどん行ってさ、うん、あえてカレーをね、頼むって難しいと思うのよ。うんうんうん、やっぱうどん食べに来てんだから。うん、だけど、あえてね、あえて、カレー前さ、アンリちゃんが花丸うどん行きたいって言ってさ、ぼる塾で行ってさ、田辺さんがさ、うん、カレーをめちゃくちゃさ、プレゼンして、もう食べた方がいいって言って、うん、アンリちゃんが、じゃあ私やっぱカレーにしますって言って、田辺さん、普通にうどん食べてて、めっちゃ、ね、カレー食べないんかいって。いや、いつもは食べるんだけど、気分じゃなかったんだよ。うん、あれめちゃくちゃ面白かった。気分があるからね。うん、毎回ね。私もカレー食べてるわけじゃないよ。うん。ね、でもハーフセットもできるよ。あ、そっか。セットにもできるもんね。そう。いいな。あと、カレー食べたい。あと私さ、うん。ボルベアで、うん。ボルベアで、ちょうど、オンエアされるから、あれがいいんだけど、うん、あの、ボルベアでさ、北のエース、ちょっと素敵なワンランク上のスーパーだっけ、北のエース。そう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 、北のエースのカレーね、うん、食べたの、うん、2000いくらの、いや、美味しい、やばいよ、美味しすぎて、レトルトカレーで2000円なんて絶対払いたくないじゃん。かなり高級だよね。だってお店で食べても2000円ってなかなかないよね、うん、そうだよ。だって、うん、本当に2000円は嫌じゃん。嫌じゃんっていうか。え、1人前2000円？そうだよ。いや。そんな。ね。え、でも、え、そんな美味しいの？いや、本当、買ってもいい。買った方がいいって感じ。気になる。え、北のエースの何カレー？もう2100いくらのやつ見たらわかる。もう値段見たらこれだってすぐ分かる。そう、2000円のなんて1個しかないんだから、まあ、確かに2000円のばっかりね、迷うほどね、売るわけないから。だから本当にボルベアでも、うん、あのその1個を分けたんだけど、うんうん、肉がもう信じられないぐらいでかくて、だからゴロゴロってさ、よくあるよ、うん、そのレベル超えてんだよね。ゴロゴロを超えるレベル。ゴロゴロの肉っていうより本当にゴロが2つ。もう本当に言ったらあれかもしんないけど、ちょっとしたステーキにカレーかかってるみたいな。いや、もうでも本当そうだよ。で、大きい塊をじゃんけんで、やったんだけど、その時はアンギが勝ってさ。でもちょっとは食べたんだけど、肉ね、うん、めちゃくちゃ美味しかった。うわー、いいね。あ、でも、え、牛、うん、あ、牛いいな、食べてみたい。でも2000円だったらさ、あのちょっと頑張ればさ、うん、あ、でもそれこそなんか人への贈り物とかにもいいかもね。うん、全然買えないからさ。でも自分でも食べてほしい。あれは人に送るっていうよりも自分で食べてほしいわ。あ、まあいいな、食べ。でもほんとさ、レトルトカレーも今さ、レベル高いからさ、あの、吉野家じゃないや、吉本のさ、カレーも美味しくない？別にこれ、あの、なんていうの、宣伝とかじゃなくて、普
普通に吉本のレトルトカレー美味しくてびっくりした、うん、そう私もびっくりして、だから美味しすぎてさ坂寄さんにあげたもん、うん、普通に仕事でやったとかそういうんじゃなくて普通にうますぎて、あれめちゃくちゃ美味しい、どっかのふるさと納税品とかに持ってるの、あそう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 、うん、あれマジ、うん、普通に通販してほしいんだけど、うん、まあでも私たちは本社で買えんだよ、あれ自動販売機があるんだっけ、そうそう、わあ、なんかでも吉本のなんかえルミネとかのお土産ショップでは売ってるとか、あそうなの、なんか調べたら出てた気がする、え買ってほしいんだけど、あれめちゃくちゃ美味しいよね、だから子供は多分無理、あちょっと辛いもんね、うんうん、大人は絶対好きな辛さだと思う、あの玉ねぎってカレーにこんなに大事なんだってぐらい、うん、玉ねぎ効いてるよね、そう、うん、私は仕事でちょっと食べたんだけど、うん、普通もうガチ食いしたもん、うますぎて、うん、そのガチガチで食べてる田辺さんの写真、はるちゃんがさ、うん、あの LINE で送ってくれた、田辺さん本気で食べてますって、いやそう本気で食べてた、仕事だけど本気で食べてた、うん、あとその前にしかも私一人でお菓子の仕事もあったの、うん、で相当な種類食べてたんだけど、うん、それでお腹いっぱいだったんだけど、うん、美味しすぎて何回も食べた、食べちゃった、いやでもあれ本当美味しいもんね、うん、そう、他にカレーカレーね、私レトルトだとオリエンタルカレー、ええ、田辺さんも見たことあると思う、あのパッケージ、わしやばい、あれめちゃくちゃね美味しかった、あのそれこそ、私は花丸のカレーまだ食べたことないんだけど、うん、こういうカレーですよっていう感じのカレー、えこれ見たことあるでしょ、なんかちょっと昔っぽいやつ、そう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 、なんか古き良きカレーなんだけど、うん、すごいしっかり量入ってて、ええーうん、これは見たことある、これすごい私好きなんだよね、なんか美味しそう、うん、林もあるね、そうなんかいろいろ出てるんだよね、これすごい美味しかったな、私レトルトだとやっぱ、うん、ちょっとあのもうずっと言ってるけどあのセブンの、ああ、押してるよね。レンジで温めれるやつ。田辺さん、押しカレーだよね、あれ。あれはだいぶ押してるね。うん、あと、丸米。丸米？丸米だよね、味噌。味噌、うんうん。丸米の大豆カレー。ちょっと、うますぎてビビるよ、これ。そんな美味しいんだ。うん、大豆のお肉のキーマカレーっていうのがあって、うん、あ、初めて見た、ちょっとこれやばい、あでも美味しそう、あのよく私たちのこの和室で出てくるけど、あの水鳥の榎本さん、あおすすめ、おすすめしてて、うん、でいただいたのよ、うん、うますぎて、もう田辺家みんなこれ大ハマり。あ、これ、全くお肉使ってないんだ。大豆なんだ。そう。だけど物足りなさがないのよ。食べてみたい。榎本が美味しいって言ってるもの絶対美味しいもん。そうなんだよ。うん、そうなのよ。ここやばいよ。で、買ってみよう。うん。あと昔、伊勢丹でさ、うん、伊勢丹であのカレーフェアみたいなのやっててレトルトがいっぱい売ってる時あってさ、うん、楽しかったね、楽しいよねレトルトカレー、そう、あの私のすごい大好きな、うん、シンガポールじゃなくてなんだっけマレーシア、タイじゃん、マレーシア、そうそうそう、うん、私の好きな店のレトルトも売ってて、うん、あれ田辺さん前私にくれたけどさ、うん、これも美味しかった、あれすごい本格的じゃなかった、あれもさすごい大きい塊肉入っててびっくりした、
すごいよね、うん、これレトルトってこんな大きいお肉入ってていいのって、うん、私があまりにもいっぱい買ったからさ、うん、店員さんにさ、あ、このお店好きなんですかって言われてで、はいって言ってさ、うん、でもこれいつも売り切れちゃうから、うん、今日はチャンスですって言われた、たきつけられてって言ったのもあれだけど、うん、やっぱ人気なんだなと思って。いや、美味しかったもん、あれ。うん。もう、なんか、あ、これ、さっきも田辺さん言ってたけど、レトルト食べて、あの、お店行きたくなるパターンの味だった。うん。こんだけレトルト美味しいと、店もじゃあってなるね。なるよね。うん。そうなんだよね。うん、でも、レトルトの、うん。その素晴らしさっていうか、なんて言うんだろう、うん、レトルトってさ、うん、昔の感覚だとさ、うん、やっぱどうしても家の方がとかさ、うん、思ってなかった。もう なんていうか急ぎご飯じゃないけど雑ご飯、うん、みたいな、あ、これでいいやっていう妥協のイメージだったけど、うん、違うよね。うん、まあすごい本格的、まあもちろん雑を求めて食べる時もあるんだけど、うん、ああそう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 、でもその雑の概念を変えたのってさ、ほんと無印じゃない、うん、あ、無印のカレー美味しいよね。うん、めちゃくちゃ美味しい。無印はすごいよね。うん、うん、でお気に入りのとかある？田辺さん、無印。私はやっぱどうしてもバターチキン、あー美味しいよね、選んじゃうけどね。うん、他知らないもんだって。なんかね、いろいろ食べてたよ私、いろいろ食べたよ。で全部美味しいから自分で言っといて何がおすすめとか言えないんだけど。いや、そう、私も無印多分食べてんだけど、やっぱバターチキンが美味しすぎたのと。でもね、なんだっけな、人を選ぶんだけど、お家のこだわりポークカレーとかもあるよ。あ、そうそう、今そう本当にいろいろあるよね。え、ジビエもある。そうそう、ジビエがあるよ。スープカレーとかさ、あとレモンクリーミーチキンカレー、あ、レモン食べた。レモンのカレーもさ、あ、これ人選ぶんだけど、意外とね、森のカレーゲーンパーっていうやつがね、ちょっとね変わった味で私好きだったの。森のカレー、そう、ちょっと癖ある。でもこれは、あ、私マッサマンも好きだ。マッサマンカレー美味しいね。うん、でもカレーでさ、美味しかったのさ、うん、ちょっとレトルトと違うけど、あそこ、何回も言ったかもしれないけど、あの、高円寺のさ、うん、すぐのタイ料理屋さん美味しくない？美味しかった。あそこ。あれ美味しかったね。もう高円寺の駅に出てすぐに目につくカレー屋だよね。うん、たまたま入って、なんか私そこでマッサマンカレーっていう名前初めて知ったかもしれない。ああ、そうかもしれない。私もそうだ。あとさ、上野でさ、カウンターだけのさ、めっちゃ安いカレー屋さんも、あれも美味しかったよね。あ、出てくる。上野の。ね。上野の。ジュラクとかさ、そう。そう。もう、何口かももう覚えてないけど、あの、ほんとめちゃくちゃ安いカレー屋あんだよね。そうそう、あそこすぐ出てきて、あ、クラウンエースかな。ああ、そうかも。そうそう、クラウンエースだ。あそこね。あそこもね、すぐ出てきて美味しかったよね。ほんと、そう。400円とかあったよね。うん。急いでる人と、ほんとパッと食べたい人にはもうぴったりだ。そう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 。量はね、そこまで。うん。多くはないけど、ほんとちょっと小腹を満たすというか、ちょうどいい量だよね。そう、だからスーツ着てるあの男の人たちが食べてさっそうと出てってたよね。うん。うん、回転率の速さにびっくりした。そうそう。
提供も早かったからさ。うん。ね。でもあったかくて美味しいカレー食べれるのいいよね。いいよね。うん、いいよ。でもやっぱさ、これはもう一生、一生っていうか、うん、みんなには食べてもらえないけどさ、うん、あの先輩のさ、あ、うん。ね、うん、先輩の作ったカレー。あれもう本当にみんなには食べてもらえないんだけど、うん、あの先輩の渡瀬瑞希さんの作る手作りカレーがやばい、ね、あれ本当お店出せるよね。出せるよね、うん、本当にお店出せる。そう、今さプロレスラーでさ、うん、でもなんか瑞希さんお店たまに出すらしいよ。え、カレーの？うん、とかラーメン。え、ラーメンもできるの？らしいよ。食べたい。マジで食べに行きたいよね。うん、本当いつ店やってんのか本当連絡したいよ。いや本当行きたい。いやめちゃくちゃ美味しかったもんあれ。あのちょうど坂よりさんがさ、うん、妊娠して舞台お休みしてる時に、うん、座りでね。うん。なんか水木さんがさ坂より元気ってなってさ、ちょうどその直後にさ、あ、なんかあの坂よりさんカレーが食べたいって泣いてますって言ったね、うん、ちょうどその妊娠で苦しんでた時に言ってたから、うん、元気ですけどカレーが食べたいって泣いてましたって言って、うん、言ったんだよ、うん、そしたら俺明日カレー作るけど取りに来るって言ってくれて、うん、えってなってね、うん、でも私水木さんがカレー作るの上手ってその時は知らなかったんだから、うん、いや本当本格的な、あれキーマカレーでさめちゃくちゃ本格的だよね。本格的だったね。パクチーとか入ってて、しかもなんか粉とかそういうの使ってないんだよね、全部スパイスも自分で。すごない？すごくない？そう、あんな、あんなもう忘れられないもん私。うん、私で作り方聞いたんだけどマジ一生作れない。ちょっと工程が大変だね。大変すぎたね。うん、いやすごいよあれ、本当に本当に手間かかってるカレーだったのあれ。私なんて家でもごちそうになって自分も持ち帰りをもらったんだから。あれでも田辺さんの田辺イーツの走りだったかもしれない。走りだったね。そうだよ。わざわざカレー届けに。カレーを届けに来るっていう。あれは美味しかった。あれまた食べたいな。あ、うん、カレーの話だけでも。あ、気づいたらだいぶ経ってた。あ、本当だ。びっくりだ。やばい。じゃあ、皆さんさよなら。お好きなカレーをいかがでしょうか。さよなら。さよなら。